あれ不法侵入ですよね。新しくないこれ。サブちゃんをがなるっていう。ああ。あの最近ですね。あ、好きな食べ物ってあります？あ、好きな食べ物ね。うん。ピザかな。ピザね。あ、あるんだねちゃんと。なんだ。いやそのさ、俺さその好きな食べ物を。はい。なんていうかいろいろあったんだけど、俺マジで本当に最近ね、はい、本当にここ数週間以内でカレーが好きなことに気づいたんです。これマジ大発見なのこれ。俺カレー好きなんだと思って。なんていうのかな、こう今まで好きな食べ物って結構なかったの。はいはい、わかりますよその感じは、うん、っていうかその言い方難しいんだけど、ある間違いかある好みのこうグラデーション、好みってグラデーションだからさ、いちごとかよく言ってたの。はいはいはい、いちご好きみたいな。で子供の時、本当に小さい小さい5歳とかの時は絶対いちごって言ってた記憶がまずあるのね、はい、で高校の野球部ってさ、新聞社とかからインタビュー、アンケート用紙が実は来て、夏の大会のたびに。あ、なるほど。そうそう、だから進んでたらさ、はい、あのテレビがあったりとかするわけじゃん、地方大会とかでも、はい、そこの実況用なのかなとかに好きな食べ物とか、ああの聞かれてるんだあれ。そう、あれ聞かれてるんだよ。へー。だから野球部、あ、野球部のみんな分かると思うんだけど、その夏前にみんなインタビュー書くでしょ。アンケート書くでしょ、あれです。にオレンジゼリーとか書いてたの。あたまにいますね。そう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 、みんななんて書いてたんだろうな、あれ。あ、まあ唐揚げとか書いてたんだろうな、はい。で大学生ぐらいになってくると、こういやもうないわみたいな、好きな食べ物って嫌いな食べ物がないのよね、はい、嫌いな食べ物ないってことは好きな食べ物もないのよ、裏表というか。何でも食えるから、食い物は食い物だろ。その時期はあったわけ。あります。で言うじゃん、いやだから言うんだけど、このまあ仕事は仕事なもんで、はい、その好きな食べ物もやはりこう聞かれるようになってくるのが、はい、大学院生後期から現代に至る、はい、でそこでやはりまたこういちごをまあ復活させてたわけ、はいはいはい、で絶対に好き、いちごは絶対に好きなの、このグラデーションの中で。わかりますよ、あのいちごって好きなものだけど、好きなものっていちごではないんです。そう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 なんだけど、はい、ねこうマジで最近カレーが好きなことに気づいて、あでこれがねこう偉いと思うんだ俺。なんかね、まずショッピングモールとかに遊びに行ったりとかしたら、はい、こう7階レストランフロアみたいなのあるでしょ。ありますね、表示とかで。で一覧あるじゃん。でパエリアとか、あのスペイン料理店とか、はい、あしゃぶしゃぶとか、ね、こう並んでたりとかするじゃん。そういう焼き鳥とかありますね。焼き鳥とか、そう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 。俺そこでいつもあカレーあるじゃんって指さすことに気づいたの。あタイカレーだみたいな、あインドカレーだみたいな。へえ。でなんか指さすというか、あインドカレーあるんだ、定食ないかなって探すみたいな。俺定食も好きなの。定食定食、そう定食好きって分からんでしょ。ほんでも何でもいいのだからね。大戸屋とかめっちゃ好きなんだけど、あそうそうそう、こう見た時に定食みたいなのに、ま、目がすごい止まるの、はい、ご飯なんとかみたいな、なんとかご飯みたいなあったりするじゃん、そういう店ね、なんとか御膳みたいな店にヒュッとヒュッと目が止まって、で次あタイカレーもある、でもパエリアとかでは目は止まらないの。だからあーなるほど。そうパエリア行こうって言ったこと多分ないの自分で。はい、ってことは俺絶対カレー好きじゃんってことに気づいてこれ大発見じゃない。そうですよね。そういいな、これ自覚できたの俺。うわカレー好きなんだ俺と思って。今日僕あのカレー弁当食べてた時にこう、どこって聞いてきました。そう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 、なんか珍しいなと思ったの。そうカレー食ってると思ってよかった、俺カレー好きだったわ。なんか例えばさ、先輩とかがさ好きな食べ物何なのとかって、何とかって聞いてくる時ってさ、はい、ある意味では、ああそのだから高校生とかじゃ分かんないのかもしれないけど、大学生とか会社員1年生とかのことを僕今想像しながら喋ってるね。でそれ時で先輩とかが好きな食べ物何なのとかって聞いてきたらさ、普通そこのそのジャンルのその店の美味しいお店行こっかみたいな会話のために聞いてんのよ。そう
夜ご飯食べに行くために聞いてます。そう希望を取ってるんですよ。そうだからお前と一緒に食事会をしたいから、はい、お前の好みとか希望をに沿うよっていうやり取りの言ったんじゃん、はい、そこでいちごすって言ったら多分困るんだよ。じゃあ菅井くんいちご狩りに行こうって最近どうだい。そうか栃木今から行くのってなるじゃんそれで。だ違うんだよな多分な。いちごとかオレンジゼリーすとか出たらどうなる。千引き屋で高級オレンジゼリーを買ってくるかとなるわけね。でそういう意味ではピザは結構よくて、ああまあイタリアンのお店とか、ね、そうでも僕ピザそういうために用意してる節はあります。だ円滑な会話の進行のために何かこういいジャンルを言わなきゃいけないわけですよ、はい、でそこで定食っていうのはいちごよりはいいんだけど足りない情報でご飯屋さんくらいですね。そうだから定食って言って、いやだからそのそういう場合ってさ2500円ぐらいのものが求められてない？わかる？ああ、はい、わかりました。なんかこうさらっと誘って食べてお話してっていう感じですもん、うん、まあ1500円から2500円ぐらいの。だ定食好きっすって言ったら、じゃあ菅井くん和食のコース料理行こうかともならないわけじゃん、はいはいはい、美味しい料理知ってるんだよ、コース料理行こうかとは絶対ならないわけで、ついにいやカレーかというカレーちょうどよくたい、カレーっす、ああじゃあカレー屋さん行こうよみたいななるかなみたいなのが最近ね、本当に俺今日ね5月末です、はい、もうねここ数週間以内にね、ってことは今年ですか？今年5月に見つかったと思う。俺5月に気づいたと思う。ああ。俺よくだから気づけたのすごいなと思う。その言ってしまったらこう30年気づかなかったって。そう今更気づけない感じ。そう。俺スペイン料理は、はい、目が止まらないのに、はい、タイ料理とかインドカレーとかにキュッと目が止まって候補に入るなっていうことに気づいた。街でもそう Google マップとかでさ食事とかレストランとか入れたらさ、あのグルメマークみたいなのがヒューと立ち上がってさ近くの出るじゃん。ありますヒューって見て、その居酒屋とかも絶対全然目が止まんないんだけど、あこれあるとかってこうヒュッてズームするあこれあるそうなんだよな。よくない？だからインドカレーっすとか、うん、もうインドカレーの方が好きだな。あのいわゆる日本食っぽいカレーを言う、うん、そうカレーライスみたいなんじゃなくて、はい、インドカレーでナンインドカレータイカレーでこうちょっと低めにカレーライスで、それもなんかまたな、ほんで辛いの好きなんですかっていうのもあるじゃん。あ違うんだよ、辛いのは嫌いなの嫌い、うん、苦手で、でもこあ聞いて、これもまたさ好みが難しくて、カレーってさ、いや違う辛いものね、辛いものってさ唐辛子の辛いのとそれ以外があって、はい、唐辛子の辛いのは舌とか唇が痛い辛さあるな、はい、あれ本当に苦手なので、蒙古タンメン、はいはいはい、あの中本は先輩に一回連れてってもらったことあるんだけど、もう本当に辛くてマジでヨークワンって感じだったんだよな、あれ。まあ、あそこは辛いですよね。うん、そうそう。で、それはまあ、蒙古タンメンはめっちゃ辛い店だから、はい、それはやりすぎだよという感じもあるんだけど、でもなんかその、ココイチとかも結構辛いなと思っていて、はいはい、普通も辛い、ココイチは僕。あ甘口とかにする。僕も辛いの苦手なんですけど、うん、ちょっと、あの、好奇心に負けて10から頼んでみたことあるんで、辛かったですね。いや、辛いっすよ。辛いですね。うん。なんかね、でもね、俺、一方でそのこの間ねお弁当でオーベルジーヌっていうちょっと有名なカレーの宅配お弁当、はい、ありますね、ありますね、あのじゃがいもの、そう、はいはい、あれの中辛を食べたんだけど、はい、全然辛くなかったの、はいはいはい、めっちゃ美味しいなと思って食べれたの、はい、でも周りの人が中辛は結構しっかりピリリと辛いよみたいなことを一応警告してくれたのね、はい、なんかよかろうもんとのイベントだったかな、あ山本とかと一緒に出たやつ時にお弁当あったんだけど、そのマサルさんとかが、はい、中辛結構辛いよって言ってきたんだけど、辛くなかったよ。だから感度にこうなんかこう種類によって感度が違くて、はいはいはい、俺は
カプサイシンはダメなんだけど、そのスパイシーとされるやつらは大体好きだということにも気づけて、なんか喉とか鼻とかが辛いってあるじゃん、はいはい、ありますね。あれは大丈夫。だから山椒とか、まあ、胡椒とか、うん、わさびとかそういうのは全然大丈夫だし、からし若干苦手ですか？からしはどうかな。からしはね、からしもいけるよ。俺からしもいけると思う。いけるけど、なんか他に比べたらいけないよりも。あ、そうかもそうかもそうかも。つまり、マジで僕と味覚が一緒なんじゃないかってとこなんです。そうで、そうだからスパイス的な辛さは大丈夫だよ。タイカレーとかも実は結構大丈夫だったりしてて、はい、そういうその微妙な、だから俺辛いもん食べに行こうぜの場合には絶対ついていかないんだけど、はい、カレー食べに行こうぜにはついていきたい気持ちがまああったりするわけじゃん。あ、でもそので辛いの好きなの、いや辛いのは好きじゃないんだけどなっていう、このこれをどう説明したもんかっていう話がある。唐辛子が苦手じゃないですか。まあそうなんだよな結局。でインドカレーとかはさ、でもまたさこう入ってもいるじゃん。まああれがなんとかなんないもんかな。インドカレーあるある話していい？日によって辛さ違うわん、はい、あれそうです。中辛ってさもう あるあるなんですか。だからそういう料理だと思ってます。あのうんじゃね、中辛が辛い日と中辛が辛くない日あるよな、あれだ。ありますね。っていうその唐辛子じゃない辛さだったら行くよみたいな、ホットなものを食べに行かねとスパイシーなものを食べに行かねみたいなので分かれないかな。あーラーじゃなくてマーを。そう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 、今日マー食いに行かねみたいな。あーラーだったらいかないけど、マーの店ってラーもついてくる。そうなんだよな、結局マーとラーセットで出してくるんだよな。なんかもう選べる店に行った時こう、うん、ゼロゼロにしてあのマーだけあのここにあるのかけて麻婆豆腐のくせにめっちゃラーやんこれみたいな、はい、あるよな。ラーボー豆腐、ラーボー豆腐のやつが赤い麻婆豆腐あるよな、はい、あれマーラーボー豆腐に名前変えてほしいわっていうのありますかっていう、その川村さんはだから割と一緒か、なんか話聞く限り一緒ですね、うん、だからあの菅井さんのあのカレー部分がピザに置き換わってるだけであって、こうピザが好きって言うことにしてるんですけど、結局あのグラデーションの結構こっち目にあるっていうだけなので、あの日によっては普通に刺身のが好きだ。いやそれは全然そう、それは全然そうなんだよな。いやそうでも気づいたんで、定食も相変わらずだから目はやっぱ止まる。でも定食が好きだと思ってたけど、定食って好きって言いづらいなという中で、ついに分かりやすい好きなものを見つけて、しかもこうジャンルとしてかなりこう確立された言い方、はい、これがかなりこう見つかって嬉しいなって話でしたわ。じゃあのコメント欄にできれば都内のカレーの美味しい店をたくさん書いてください、はい、たくさん書いてください。和食料理でもいいです、あといちごもいいです。いちごでも、栃木行ってくださいあのピザもぜひ書いてくださいよ、はい、というわけで、最近見つかった話でした。さよなら。